皆さん今日もやってまいりました天山チャンネル、イエーイ2回目ですということでね、今回はい、はい、じゃあ今日はどんなお話を。今日はですね、今までの試合の中で大流血した試合ベスト3かなみたいな感じです。流血のイメージすごいあります。ありますか？ありますけど、やっぱね、血を出すとね、すごい興奮するんですよね。やっぱり、うわ、血が出てるみたいな、なんじゃこりゃって、それこそもう本当にやばい、でもうわ、行かなきゃみたいな、やられたらやり返せみたいな、そんなこうもう本当にね、戦闘能力をかきたてるっていうか、血がやっぱり騒ぐってよく言うじゃないですか、はい、あれ、その本当にあるんだなと思いましたね。はい、今日はですね、大流血した試合なんですけども、それのベスト3を発表したいと思います。はい、じゃーん。試合後に吉江豊にアタックなんかわけわかんないわけわかんないわけわかんない。俺もね、今ふっともうちょっと思い出したんですけども、まだ吉江が新日本にいた頃、自分が NWO チームトゥーサウザーのかな、はい、その辺があんまり曖昧なんですけど、その時に試合が終わってで、俺たちがわーって勝ったみたいな感じだったんですけど、うん、なんかその正規軍本体にいる吉江豊がちょっとエプロンに上がってきて文句言ってるんですよね、はい、自分らリング上でリングの中にいて、なんでこの野郎出てけこの野郎と思って、わーってバーンってちょっと体当たりみたいな感じで来た時に、自分の体が向かっていった時に吉江がこうぶつかった時に、はい、自分の歯が吉江のこのおでここの辺にガーンってガーンって突き刺さっちゃったんですよね。ぶつかった拍子に自分バーンって歯ちょっと折れちゃって、折れててグラッとしちゃって、はい、でバーンってぶつかって吉江はちょっとなんか寝ちゃって、ちょっと充血みたいなのがバーンって流れちゃって、はい、あやべえ、なん試合終わって関係ないのに、なんでこんなことやっちゃったんだろうって。なんかもう邪魔だからっつって普通にバーンってやっときゃよかったのに、その時に自分の歯がちょっとちょうど吉井がこうなった時にガーンって入っちゃったのかなっていう、で後で聞いたら自分の前歯が半分ここに刺さってたみたいな。えだから自分も半分欠けてて、それが刺さっちゃったみたいな。手なの歯が。そう、えそれでバーンって大流血になっちゃって、自分も歯が痛くてそのまま歯医者行ったんですけども、やっぱりもうちょっと半分割れてる感じで、それがきっかけでもう歯がちょっとねグラグラになってきたなみたいな。自分がそうやって行った人ばっかりに吉江にも悪いことしたなとか。よし、吉江とかごめんな。よし、私が大流血した試合のベスト2ですね。はい、じゃーん。確か95年の6月だったと思うんですけども、日本武道館でちょうど凱旋してきたらばっかりだったんですよね、その時。その当時武藤さんがチャンピオン IWGP、はい、それに挑戦したのかしたのかしてないのか、なんかノンタイトルだったかね、ちょっとその辺も覚えてないんですけど、はい、このシングルマッチの時にこの自分の真ん中にある傷があるんですけども、この太いすごい傷ですよね、はい、これってやっぱりお酒飲んだ時とかすんごい持ってるんですけど、この時はもうね思いっきり鉄柱にぶつけられて、もう試合の中盤一番これからって時に思いっきり場外出されて、ほんでガーンやられて、もうパックリなんかもうパカッっていうのが聞こえたぐらいの音がして、でも大顔中もうほんとドロドロの血が流れちゃって、もうその時も燃えましたね。でもえ燃えたんですか？それで燃えちゃった。違う、うわ嘘だろ、こん大流血じゃんこれ、目見えなくなっちゃうよこれと思いながら、クソマニアロって、もういきなりもう全然先輩のね武藤さんですと関係ねえと思って、はい、ここやるしかない、暴れなきゃみたいな、もうテンションもねもうそれでぐわー燃えたぎってっていう感じでね行きましたけども、でもね、はい、もう傷がしっかりしかあっても血が止まんなくて、はい、何針か塗ったっていうか、でそれがまためちゃくちゃ痛くて、麻酔が半分効いてるか効いてないかぐらいだったんですよね、はい、試合終わった直後だったんですけど、もう一生傷ですよね。武藤さんどうしてくれるんですか本当に。はい、私天野博之が試合で大流血したベスト1の発表です。はい、
じゃん。試合後に後ろから飯塚隆に椅子で殴られてパックリとここのてっぺんや、はい、ちょっと後ろ側ですよね。はい、はい、その時は自分がちょっと悪いことをしてるグループ放火の4団 NWO かな、はい、で本体側に飯塚隆がいたの、はい、で本体と選手や試合やってたんですけど、試合が終わってこっちが勝ち名乗りを受けてやったーみたいな感じの時に後ろから思いっきり終わった後なのにボーンってボーンって殴られて、はい、不意打ちだったんでボーンって、ね、もう寝ちゃってうわっ何なんそれと思ってあれと思ったらもう大血がうわー流れて痛くて痛くて嘘だろうと思って次の日にタイムショックの収録があったんですよね。はい、どうしてくれんだよ次の日収録だっていや出れなくなったらどうすんだよと思って、はい、いや結局ちゃんと出たんですけどね、はい、ボーカーに巻いてで結局その日終わってもう血は止まってとりあえずでどう縫いますかって言われてこんな頭のとこって縫うのって思いますよね、はい、だからちょっとあまりこう縫ったりするよりでボンドをっていうか、うん、いや医療的なやつ、はい、がそれでこう傷を塞ぎましょうみたいな、はい、あじゃあそれでお願いしますって言ってアロンアロンじゃないですけど、はい、それをつけてもらってほんでまあ縫わなくてよかったんですけど顔とか頭とか傷だらけですね。そうなんですよ。だからこうもうボンドでくっつけたやつがいっぱいありますもんね。いっぱいあるんですか。ありますね。だから歯とかももう抜けたりしたらまたつけボンドでつけてとかあんまり体には良くないみたいなね、でもそれ医療用普通のボンドじゃないですか。いや黄色いアロンアルファでつけたりしますけどね。どこですか。めんどくさいからもう。えはい、だから普通に歯とかつけてこう貼ってやったりとか普通の、はい、あ売ってるアロンアルファで、あれでもう歯医者行ってまためんどくさいなと思って、はい、コンビニで買ってそれくっつけちゃうって、まあ、しばらくはくっつくんですよね。またでまたちょっと歯医者にも今行ったりもしましたけど、はい、山本さんこれは私たちが使うボンドと違いますんでやめてくださいって言われてそれはそうですよね。いやでもまあ面倒くさいしいいかなと思ったんですけど、はい、まあ、これちゃんと歯医者は行くようにもしましたけど歯がもうやっぱりねそういう痛みちゃうんでそういうことすると、はい、すごい大体ことしますね。いやもうあ、これはこれでいいやとかもう結構大型なんで、はい、なんとかなるだろうみたいな今までやってきたんで、はい、はい、そういうのってどうなんですかねはい、2本目も、こんな感じで終わりましたけれども今日はいかがだったでしょうか。はい、またもう1本、3本目もやりたいと思いますので皆さんぜひ天山チャンネルよろしく見てください。カバーよし、ありがとう。